ハルーアの教えてアルラス講座。この動画は私カルーアがアルカラストについて運営さんと一緒に勉強しレベルアップしていく動画です。今回は灼熱世界のフォルカンをご紹介します。皆様こんにちは、カルーアです。どうも、運営の山本です。はい、今回はですね、灼熱世界のフォルカンをご紹介いただきたいと思います。はいはい、ね、もうフォルカーといえばね、アルカラスト的にもおなじみのキャラクターではありますけれども、そうですね、もうメインストーリーとかには絶対絡んでくるような仲間になりますね。 ね、で今回灼熱世界ということで、まあ、結構待ちに待ったんですよね、はい、はい、それではフォルカーを一言で言うと、はい、フォルカー灼熱はですね、無効と回復でしぶとく戦う中英崩し請負人と僕は呼んでいます。それでは早速アクションスキルからお願いします。はい、こちらアクションスキルがですね、烈火の太刀と言いまして、はい、効果が先頭から3列目の敵に物理ダメージ、うん、先頭から4列目の敵に物理ダメージとなっています。おー、なるほど、はい、3列目と4列目先頭から、はい、うんうん、結構これが中英崩しって言ってるところのゆえんでして、はい、相手の、防御役とかそこら辺を飛び越えて、うんうん、相手の脆いところから崩していけるっていうのが魅力ですね。もし敵に4列目がいなかった場合は、はい、敵の3列目に2回当たるようなイメージですか？そうです。うーん、なるほど。続いてオートスキル1の方を見ていきたいと思います。はい、こちらがスラッシュパスートというものになりまして、効果が、3番目に近い敵1体を中心とした前後1列以内に物理ダメージを与えて自分に物理無効バリアを張れるというスキルになります。おー、これもまず3番目とかそういう感じなんですね。はい、そうですね、うん、相手の編成順のもう左から3番目を中心とした前後1列なので、まあ、どことは言えないかもしれないんですけれども、前編成とかだったらまあ 1,2,3 列目とかに当たったりとか、うんうん、そういうあの範囲が動くタイプのダメージスキルになります。さらにこう自分で物理無効バリアをオートスキルでつけられるので、うん、まあ、ちょくちょくダメージを減らしていけるっていうところでしぶとく戦えるって感じですね。はい、続いてオートスキル2を見ていきたいと思います。はい、こちらが戦火と言いまして、効果がですね、先頭から4列以内の敵に物理ダメージと自分の HP を回復となっています。おー、今回は先頭から4列以内だから結構範囲が広いっていうことですかね。そうですね、かなり奥の方まで届くかなっていうスキルになっています。でこちらでも、自分の HP を回復っていうのがついているので、うんうん、耐久力を上げてくれているというゆえになります。あ、そうなんですね。じゃあ、はい、オートスキル1では物理無効バリアがあるし、オートスキル2では自分のヒットポイントを回復したりとか、はい、結構攻撃しながらも自分のことを守れるっていうタイプなんですね。それでは、絆スキルの方を紹介したいと思います。はい、今回、絆スキル2つあるんですけれども、今回ご紹介するのはこちらの、セルフィーとフォルカ灼熱で打てる、ネッシュ烈光というスキルになります。熱種烈光。熱種烈光です。で効果がですね、先頭から1列目の敵に物理ダメージ、味方全体のうち灼熱世界に移り魔法無効バリアを張ります。だってセルフィーって防御型でしょ。はい、なかなかでもすごいスキルというか。そうですね、だってまず先頭から1列目の敵に烈攻撃ができて、はい、でしかも灼熱の仲間に対して物理魔法攻撃無効状態にできる。そうです、結構この灼熱世界への無効バリアって生きてきまして、まあ、特にセルフィーって物理攻撃に対して結構耐えられるんですね。ただ反面魔法攻撃に対しては脆い部分があったんですけれども、この絆スキルを使うと魔法無効バリアをつけられるのでそこも補える。わあ、すごいですね。そしたらなんかもう本当にセルフィーの防御型パワーみたいなところがもうさらにアップしそうな感じがしますけれども、はい、そうですね、はい、まあ、耐久力を上げる仲間が今まで灼熱世界ってあんまりいなかったので、こういった絆スキルは貴重ですね。はい、まとめるとフォルカーはですね、耐久スキルでしぶとく戦う闘技場向きの範囲アタッカーとなってまして、後列でありながらですね、自分に物理無効バリアと HP 回復をつけられるので継続戦闘能力が高いです。うんうん、スキルでダメージを与える範囲も3列目、4列目、3番目中心の1列範囲、
4列以内など結構バリエーションが豊富なので相手の編成の中心から崩すことができます。はい。で、組み合わせる仲間としてはやっぱりコーデリア灼熱が相性抜群ですね。4列目の SP 回復はもちろん4列目物理攻撃力アップもコーデリアは持っているのでそこも相性がいいです。さらにですね、さらに言うと、コーデリア灼熱のアクションスキルは引き寄せが行えるのでフォルカー灼熱のスキル範囲ですね、3番目4番目とかそこに、届かない後ろから敵を引っ張ってこれるっていうのもいいところです。引っ張った敵をガンとやると、はい、そうです。なるほど。ということで今回は灼熱世界のフォルカーをご紹介いたしました。山本、今回もありがとうございました。ありがとうございます。また次回もお願いします。よろしくお願いします。見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。